レフ・サービチ・マーコフは、帝政ロシアの官僚、政治家。ロシア皇帝アレクサンドル・ニセヒの下で、内務大臣、帝新大臣を務めた。近似学校を卒業して、軍人となり、景気兵隊に所属した。1857年、病気で除隊した後内務省に入省した。内務省では、内省、ピョートル・バルーエフの被護を受け、濃度問題を担当する。 1863年、バルウエフによって、ビリノ県に派遣され、同県知事、ウラジーミル・ナジーモフに仕える。1875年、ワルシャワに派遣され、ポーランド総督、ムラビヨフの下で働く。1878年、内務次官に任命され、1979年、アレクサンドル・チマシェフの公認として、内務大臣に就任する。 1 8 8 2年2月、皇帝アレクサンドル2世に対する暗殺未遂事件をきっかけに設置された最高式委員会長官に、ミハイル・ロリスイコール・メディコフが就任すると官僚派の、マーコフと改革を施行する、ドリスイコール・メディコフは対立するようになり、最高式委員会廃止に伴い、ドリスイコール・メディコフが内相に、マーコフは内務省から分離した、郵政、停心、 外国宗教問題担当省に就任した。1881年、国家評議会議員に選出されたが、1883年、ピストル自殺を遂げた。この記事には、アメリカ合衆国内で著作権が消滅した次の、百科事典本文を含む、チザム、ヒュー、エド、インスイクロープディアブリタニカ、ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス、タイトルイコールは必須です。 ありがとうございます。